皆さんこんにちは橋田契約内山幸喜です、えー、たった今真夜中男子飯シーズン4の収録が終了いたしました、えー、前回のシーズン3から、えー、キャラクターも増え4人となり、えー、新展開があった真夜中男子飯の会なんですけれども今回もまた、えー、ドラマ的には大きな波乱というか、えー、結構、えー、ドラマが大きく動いてまいります またこちらは変わらずですけれども本当にいつも美味しい料理をですねみんなで作って食べてっていうとっても楽しい感じなんですが今回のもまたとっても美味しそうで僕は料理できない人間なのであれなんですけれども本当美味しそうで家でセリフ練習する時もスタジオでセリフ録音してる時もなかなかにお腹ののすく。 はいもうみんなが羨ましいなっていう感じの収録をいつもしています是非是非これを聞いて実際に彼らが作っているものを、えー、作ってみるというのも楽しいかなと思いますのでいろんな楽しみ方があるかなと思います。ぜひぜひ今回もたくくささん聞いいててみみてださい真夜中男子飯シーズン4お楽しみに